7番の単独変身移動の際のアンフィットですね。はい、わかりました。そしたらね、まず6番がこうあってね、で7番がこうあるんです。でこの歯を単独遠心移動をしようとしたら、クリンチェック上ではこうなってるのかもしれないけど、回転中心がここで実際はこうなってるのかもしれないですよ。それでアンフィットしちゃってるんじゃないかと。でこの時はどうなるかというと、傾斜しちゃってるわけですね。傾斜してるんで、この歯がこうなっていて、アライナーがこうだから、ここのアンフィットですよね。これはまさに根幹、根線の部分を回転中心にして起きてることですよね、でもう一つ、でこれどうすれば避けられるのってことなんですけど、簡単なんですよ。この時はアタッチメントですよね。浮きを防ぐ必要があるからね。でその次、6番はこうで、7番はちょっとこっち向き、わかります？ちょっと近親に傾いている感じ。この近親に傾いているような歯の時には、さっきお話ししたこの根線の部分を回転中心にこうなりやすいんですね。なので実際も結構こうなるんです。これは生体力学ですよね。なので一番先生が、もしくは僕がね、どこ見てるのってことなんですけど、7番の放出方向すごい見てます。で、あ、この角度はいいなとか、この角度は難しいなっていうのを見てます。見るのは方向でしょ、歯間の高さでしょ。歯間の高さが低ければ低いほどアライナーはつかまないからね。高ければ高いほど OK ですね。あと補鉄歯か、そのままの生活歯かとかね。補鉄されてる歯はつるっとしてるし、アタッチメントつけにくかったりとか、あとあんまり押しすぎちゃうとコアのところからパキッといっちゃったりとかね、そういうのもありますし、生活歯は結構しっかりつかみやすかったりするのもあるからね。まずこれが僕が一番初めに考えた時の3つですね。でその次はね、ステージングでちょっと変える時があるんですよ。7番の遠心移動量が3ミリ以上の時には、7番の単独でしっかり遠心移動してから6番とかを遠心移動するのが多いんですけど、だけど7番をぐーっと送り続けると、あの抜歯の時みたいに3番をずーっと送り続けてると同じになるわけですよね。あの抜歯の時の話しましたよね。休ませなきゃいけないんだって。動かして力が加わって歯根に生態変化が起きて、で骨吸収されて歯根が動くと。つまりそのスピードに間に合ってないわけですね。だから傾斜してっちゃうわけ。そしたら一回待たせた方がいいんですよ。でも7番動かして待たせるって嫌じゃないですか。だったらその待ってる間6番動かそうよんですよ。7動かして、で待ってる間に6動かして、でまた7動かしてる間に6を待たして、6を7動かした後に6を動かす、そういうステージングでコントロールしていくのもあります。移動を生体変化、歯根が動くということは、この力が加わってからこの歯根が移動、ここまでに時間がかかるんで、連続的にこう洗い直し進めていっちゃうとついてこない時があるからね。そういう時には7動かして、またして6を動かして、で6が終わったら7動かして、7またして6を動かして、そういうような感じをしたりとかね。2ミリ7番動かして、そしたら次6番2ミリ動かして、でももう7番を2ミリ動かすと合計4ミリ動かせたりとかね、そういうこともありますから、そういう工夫をするといいのかもしれないね。まずね、分析するのが大事なんですね。で分析が高ければ高いほどより良いって言われてますので、ぜひやってみてくださいね。
新しく始まる2022年のアライナー共生の知らせをしていきます。2022年は今まで僕たちがですねアライナー共生治療のセミナーを開催させていただきました。2019年の初め、2020年、2021年でですね対面式のもありましたし、オンラインのもありましたし、夜間コースもありました。内容は僕がシュウ先生から教えていただいたねアライナー教育という本をベースに、どういう感じで一番初めゼロの状態からインビゼラインを学んできたのかというところを教科書を紐解きながらですね一緒に勉強していたのが2019年から始まった僕のアライナー矯正6回コースというものなんですけども、2022年はその先僕がシュープ先生に教えていただいて、でさらに自分が臨床の幅を広げて、でさらにうちのクリニックで本当にこういう形で新しいやり方をやってるんだというのをぎゅーっと凝縮したトピックスだけを今度は2022年新しい内容で6回コース、6回の日付をいただきまして一緒に勉強していくという計画が発表されます。この内容はですねもうずっと前から温めていたものなんですけど、2019年に僕がですねインビゼラインのコースというのを始めるようになって、その時にまず多くの先生方からこの本をねこの一緒に勉強したいんです、本は持ってるけどどういうふうに勉強したらいいのかわからない、もしくはもっと深く内容を知りたいと。本ってね、本当にこの上の部分だけなんですよ。でもっと奥深い、もうすごい内容がいっぱい凝縮されてますし、本当に僕は、インビゼラインの勉強をですね、このシュープ先生の、このアライナー矯正の本、この本だけで勉強させていただきました。この本ですね。で、この本も今ね、ベストセラーで、結構すごいんだよね。4すり目今度。僕自身もこの本をもう何回も何回も見ましたし、もうある時はこの持って寝てるみたいなはず。これでうまくなったみたいなね。なのでこの本はねもう普通にそのこの本だけで大抵小島と同じぐらいまでできるようになるよというもので、この本にしか書いてないことが、ね、山ほどあるんですよね。まずここをがっちり押さえていただいて、インビゼラインのベースをね高めていただくと僕と同じステップで進んでいくし、インビゼラインって何が難しいのか、どこを見なきゃいけないのかが分かるので、ぜひこれをね先生方も読んでいただいたり、もしくはこの本で勉強していただくのもすごく嬉しいんですけど、僕もですねこの本を出させていただいたのが15年の1月なんで、今から7年前なんですよ。7年前にこの本が出るってことはどういうことかというと、この本をねシュープ先生とうちのチームの先生方と一緒に翻訳をさせていただいているのは実は2012年とかね2013年とか今から10年ぐらい前の話なんですよ。僕自身はねこの本を先生方と一緒に勉強するのはすごく重要なんで、しっかり学んでいただきたいんですけど、僕自身の最新のトピックスってもっともっとすごいって自分で言っちゃったらねあれですけどもっといろんなことを汎用してます。この本はもうシューク先生のねもうエッセンスがギューッと詰まってるんですけど、やっぱり外国の方だったりとか、なので抜歯の部分がちょっと少なかったりとか、あと日本人アジアの方にここをちょっとこうするといいんじゃないのっていうことがなかったりとか、で抜歯の部分をグーンと分厚くいきたいんですけど、まあ、なかったりとか、あと加速装置のことだったり、あとミニスクリューのことだったり、外科矯正のことだったり、デジタルスマイルデザインだったり、マネージメントだったり、ね、いっぱいあるんですよ。グリーンハウスのもありますし、プランニングもありますし、歯根とお顔と連動していくのもありますしね。ただまだ入ってないんですよね、これはね。なので2022年の今年はねもう完全にここをまず一回勉強して、その先に行く先生方と最新の僕たちのトピックスをお話ししていく回なわけですね。なので、まあ、僕自身もですね、まあ、ここで海外で僕が講演する前にやっぱり日本の先生にお話したいなと、そういうぐらいの勢いなんですよ。 そのぐらいでしょ、最新の最新でしょ。それをぐっと凝縮して6回に分けて先生方とお話ししていく、まあ、面白いですよね。僕自身も、まあ、その新しいのを先生方とぜひ一緒に共有していきたいというのもありますので、ぜひねこの2022年のニュートピックスのアライナー矯正オンラインエデュケーション、ぜひ一緒に先生方と勉強していい資料を患者様に提供していきたいと考えています。日付はいつなのみたいなね、全6回で3月に始まります。それはこの次のスライドでお話しさせていただいて、まずこの加速矯正っていうのをねやっぱり知りたくないですか。もともと僕が世界にやっぱりこうデビューしていくっていうか講演していったのが加速矯正なんですよね。
2012年加速矯正治療をどんどん開始するようになって、今では日本でね加速矯正のだいぶ浸透してきてて、まあ、知ってるよっていう方いらっしゃると思うんですけど、当時は何やってんのみたいな感じで、ね、でも海外のいろんな学会でその発表をさせていただいたり、アメリカの矯正歯科学会で初めて加速矯正の講演したのが2013年、なので今から9年前ということなんですけど、論文も全部で6本出てますし、加速矯正はね。なのでそういうのもこの本にはないんですよね。加速のトピックスは入ってないんですよ。どういうステージングするのかとか、どういうふうに考えるのかとかね、そういうのをドーンと、これ知りたいですよね。知りたいと思いますし、お話ししたかったんですけど、この時には入ってないんで、ね、だからこれはまずこうベーシックという形で先生方に知っていただいて、こんなにページありますから、はい、で僕はシュープ先生から加速矯正を教わってないんでね、なんでまずシュープ先生のフィロソフィーを一緒に勉強しようというのが2019年、2020年、2021年だったんです。2022年はまず加速矯正、どの症例においてもどんな感じで作るのかと、ステージングも全部違いますし、考え方もみんな違うので、それをぜひ先生方と一緒に勉強できたら嬉しいです。その次、僕がですね16年からデジタルスマイルデザイン DSD の日本で一番初めのキーオピニオンリーダーにならさせていただいて、クリスチャン・コーチマンとかと一緒に海外の講演が始まってくるんですけど、この DSD の話もないんですね。これね、これもね、もういっぱいあるんですよ。2019年は、うちが DSD とインビジネラインのコラボレーションで世界で一番だったみたいで、マドリードで表彰されたんですけど、どういうふうに出してたの？どういうふうにコラボレーションするの？っていうところのエッセンスがいっぱいあります。なので、そこの部分も DSD、デジタルスマイルデザイン、お顔との連動で、どういうふうに考えていくのかってお話、いっぱいありますんで、そこもお話ししたい。3D プリンターの活用、これもこの本ないんですよね。ないのよ。ないんです。今 3D プリンター、はい、タカさん、こちらに来てください。お願いします。今 3D プリンターを、うちが稼働してない日ってあります？ないです。もうないんですよね。もう 3D プリンターばっかりやってますよね。ずっと動いてます。ずっと動いてますよね。はい、ありがとうございます。はい、3D プリンターがないともうダメよというお話も、どういうふうにね、そのアライナー矯正治療を始める先生方が必要なのか、実際の使い方だったり、そういうところをググッとないんです。この時にはお話ししたかったんですけど、トピックスになかったんですよ。で、その 3D プリンターもね、こういうふうにすると効果的ってお話がいっぱいあります。それもお話。デジタルプラン。大きく変わったね。はい。まず僕がそのクリスチャン・コーチマンと出会って、こんなことやってんだこの人たち、でさらに DSD の人たちとその症例を出させていただいて、僕がキーオピニオンリーダーになってきた時に、こういうふうに見てんだ彼らは、で僕がシュープ先生から学んだアライナー矯正治療 その一番重要な核となるとこ、このベーシックなテクニック考え方っていうのをデジタルと融合していく。そうするとすごい見えてくるものがいっぱいあったんですよ。あ、こうすればいいんだと。で、それを形にしていく、まあ、初めてのセミナーですね。今まではちょっと出しのありましたし、今年のアメリカの矯正しか長いですか、僕もう11分過ぎちゃったけど、ダメですね、もうね、はい、10分ぐらいがいいらしいので巻いていきます。去年かアメリカの矯正歯科学会でもその話をちょっと出しましたけど、このプランニングの話、あとこれタッドでしょ今ね、ミニスクリュー使いましょうと、ミニスクリューを使ってスケレトルアンカレージ使ってアライナーと連動しましょうと、そういうのを絶対知りたいじゃないですか。それをいっぱいお話します。もうこれだけでも海外でラビ先生と一緒に講演したりとか、いろんなところでしてるんです。それを日本の先生もドーンとお話します。もう様々な足症例世界中で講演しました。で、それは日本の先生に足のトピックスバシッとお話しします。で、オンラインサロンの先生ねは先行申し込みで1月の25日明日から、つまりあと何時間後、1時間後からオンラインサロンの先生方先行でお申し込みできます。で、一般のオンラインサロンに入られてない先生のお申し込みは1月30日からなりますので、ご興味のある先生はぜひお早めにお申し込みください。で、まず日付なんですけどね、日付が分かんないと開けれませんので、まず6回なので、初っ端は3月3日のね、ひな祭りの日から始まりまして、3月飛ぶぐらいすごく本当になんで
予定がある。もう、ね、海外公演とか始まってきちゃうんで、なかなかね。そうなんですよ。だから、ね、本当に回数減りますからね。あのこのコアのコロナの時のようにいっぱいできなくなっちゃうんで、あの海外公演が始まるとやっぱり行きますんで、回数も減っちゃいますので、今のうちに早めに4月21日5月12日6月2日6月9日で予定して、まず一期3月から開始しますんで、ご興味のある方はぜひ、お申し込み先のリンク貼ってありますね。オンラインサロンで何、ね、どんなことやってんのと思う方はぜひ概要欄の方見ていただいて、そちらにオンラインサロンのリンクがあります。オンラインサロンは今400名以上のインビジデザインアライナーを学びたい先生がお集まりいただいている国内最大のスタディグループなんですけど、ぜひそちらの方もチェックしてみてください。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは皆さん、ごきげんよう。またね。